行ってみましょう。わー、さあ今夜も大好評のファジパパ、はい、第3弾です。いやー、パパに憧れる僕としては非常に参考になるこのコーナー、大好きなんですよ。選手たちがパパとしての素顔を見せてくれる、はい、もうベロンベロンになってる様子が今までも流れてきましたけれども、はい、今夜はですね、はい、守護神中林選手です。ではご覧ください。抱きしめた子供は絶対に落とさないゴールキーパー中林選手。開幕戦でも抱いて入りましたもんね。そうですね、なんとか首も座って間に合ったので、はい、やってみてどうでした？いや、すげえ緊張しました、ね、あ、緊張するんですか？そうですね、なんかまあちょっとあんまりニコニコしてなかったんで、赤ちゃんの方が。あ、それを抱っこして出るのがちょっとなんかこう、これ以上泣いたらどうしようとか、あ、ヒヤヒヤしながら、そういう心配が、はい、へー、ちょっと気が気じゃないですね。そうですね、試合もするもんじゃないかもしれないですね。どんな時に一番可愛いなって思います？いや、まあ、常に可愛いんですけど、まあ、やっぱ自分がこう笑いかけた時に笑い返してくれるのがやっぱ可愛いですね。ニコッと。そうですね。どちらになんですか？みんなからは僕に似てるねって言われますけど、子供の頃の写真比べると僕にも似てます。ということは将来うつ顔になるってことですか？いや、でも女の子なんで、やっぱそこは、そこはそこは僕に似てもらうと困るんで、うつ顔になるので。こんなとこがよく似てるなって思う時ってあります？髪チリチリですね。笑っちゃいましたね。ちょうど寝返りしだす時期で、はい、こう頭グリグリしてるんで、まあ、余計チリチリ絡まっちゃって可愛いです。可愛い。自慢みたいなのありますか？足がバタバタすごいですね。はあ、大暴れ。そうですね、なかなか抱っこしてても落ち着かないんですね、はい。まあ、でも女の子なんであんまりお行儀よくしてほしいんですけど。やんちゃになりすぎるのも。テーブルの前とかで抱っこしてたらもう足がテーブルの上に出ちゃう。はあ、こらこら足をしまいなさいって。そう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 、はい、でももう一緒にいるととにかくもうニコニコしちゃう感じ。そうですね、ずっと見てても飽きないんで、はい。まだでもパパとかママとかそんな喋ったりはしないですよね。全然全然全然。全然全然。でも認識はしてくれますよね。どうなんですかね、今ママ抱っこじゃないと今ずっと泣くんですよ。パパの抱っこはダメなんですか？パパ抱っこは機嫌いい時は大丈夫なんですけど、俺が抱っこしててもずっとママの方をずっと見てるっていう。はい、ちょっと傷つきますね。そう、それはちょっと最近傷ついたんですけど。ママっ子になっちゃったんだ。そう、しょうがないんですけど、まあ、ちょっといつもどんな風に抱っこしてるんですか？僕も基本的にこんな感じ、まあ、正面ママ探すんで、ママ向けてこうずっとこうとか、おう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 、はい、こうとか抱えてママおるよっつって。基本はママ泣かないでね、ママおるから泣かないでねって言ってこうやって泣いてます。やっぱパパまだちょっと不安があるんですね。多分僕こうはダメですね。ダメなんですか？今は、はい、正面向きで、はい、もうママをずっと見せて。でも暴れるんで、まあ、落とさない自信はありますけど。確かにそれはそうですね。いや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 、森口さんすごい失礼ですよ。中林さんね、顔見るたびにうつ顔、はい、うつ顔ってねえ。まあでもお母さんに似るといいよね。いやいやいや、そんなことないですよ。中林選手に似てこうスラッとして、はい、素敵なねお嬢さんになるんじゃないかと思うんですけども、はい、今から足をバタバタねしてるとたなんかすごく将来性ありそうですよね。なんかね、キック力が強くなると思いますけれども ね、ぜひスポーツ選手になってくれるといいですね。さすが中林選手もキャッチングはもう仕事ですから、はい、まあまあまあ、これ落とされたら大変なことになりますからね。必ずあのお母さんの方向向けてるのが可愛いんですよね。やっぱそのうちに少しずつお父さんの顔覚えてきますから、パパのこと好きになってくれるんですよね。ね、はい。第11節ロアッソ熊本戦は今日土曜日、アウェイのうまかなよかなスタジアムで午後5時キックオフ。そして第12節アビスパ福岡戦は6日火曜日、ホーム観光スタジアムで午後2時キックオフです。スカパーからのお知らせです。スカパーではテレビ、スマホ、PC、タブレットでファジアーノ岡山リーグ戦を全試合生中継しています。毎月2880円のお得なセット J リーグマックスならファジアーノ全試合はもちろん J1、J2 リーグ戦を全試合生中継でご覧いただけます。詳しくはスカパー J リーグで検索してください。そして5月6日のアビスパ福岡戦は RSK テレビでも生放送します。はい、だからもうぜひ関西に行っていただきたいんですが、はい、行けないという方はテレビでしっかりと応援してください。はい。